ローザンヌでの、反、ウェフを訴える落書き。ラクロスサンスエユヌフォーリー、反、グローバリゼーション、または反グローバリズムは、グローバリゼーションに反対する主張や運動などを指す、故障。反グローバリゼーションは、必ずしも統一された思想ではなく、グローバル資本主義に反対する、様々な社会運動を包括した呼び名である。こうした考えや運動は、環境、 開発などの NGO や学生、労働者、農業団体などから幅広く支持を集めている。また、支持者の政治志向も従来のリベラルと保守の域を超え、例えば、不法滞在、治安悪化への危惧という右派的な主張や、移民の増加により国内労働者の仕事が奪われるなど、左派的な主張があるが、秘訣点としては移民流入への反対で同じである。 反グローバリゼーションの行使になった出来事は、1999年11月30日から12月2日にシアトルで開かれた WTO 総会反対デモである。この時期は、他にも2000年4月15日から4月16日の IMF 年次総会反対デモなど、ワシントン DC の世界機関が主導するグローバリゼーションに抗議するデモが特徴である。 2008年秋の世界同時不況を経て、2010年代後半には自由貿易など地球規模の枠組みや移民受け入れを否定し、自己化本位とする風潮が表面化した。2016年、イギリスでは欧州連合からの離脱の是非を問う国民投票が行われ、移民流入制限などを唱えた離脱派が勝利した。 2016年アメリカが衆国大統領選挙で勝利したドナルド・トランプも関体併用連携協定などの枠組みを否定し、米国第一を掲げる保護主義的政策を打ち出した、結果、グローバル化を嫌をする有権者の投票を集めた。しかしながら、反グローバリゼーションのレッテルを貼られたグループは、しばしばこれを否定しており、その代わりにグローバル・ジャスティス・ムーブメントや、ムーブメント・オブ・ムーブメント。 または、下からのグローバリゼーションといった用語を用いている。また、特に、フランスでは、もう一つの世界を志向する人たちという意味で、オルタメンジアリースドという用語も、頻繁に使われる。1990年代以降、国際会議の開催地に結集し、集会やデモンストレーションなどを行いグローバル化に反対する。反グローバリズム運動が広く注目されるようになった。 きっかけは、1999年にシアトルで開催された WTO 閣僚会議の際に人間の鎖による会場包囲で開会式が中止となり、約5万人が参加したデモの最中に一部暴徒化した参加者が焦点を破壊し警察と衝突したことにより、緊急事態宣言が出され、これが主要メディアで報道されたことによる。経済学者の伊藤元は、 グローバル化の動きが世界の経済成長に大きな貢献をしたことは否定できない事実であるが、一方で国家間の格差を広げ地球環境悪化の原因にもなっているという厳しい批判が出ている。批判は途上国の政府だけでなく、先進国の NPO のような市民団体も反グローバル化活動の中心となっていると指摘している。 経済学者のジャグディージュ・バグワティは、反グローバル化運動の参加者たちは、新興国、途上国から低価格の商品が入ることで雇用が脅かされると懸念する、先進国の労働組合関係者、グローバル化が地球環境を破壊すると主張する人々、グローバル化によって途上国の労働者が搾取されていると主張する人々、市場経済にそもそも反対な共産主義者など、 様々なバックグラウンドを持っていると指摘している。経済学者のジョセフ・イース・ティグリッツは、グローバリゼーションの必要性は認めた上、反グローバリゼーションはむしろ GA と WTO 合意など、ワシントンコンセンサスに対する反対を示すものと、見ている。三橋高明は一概に、自由、保護と区分できるわけではなく、ある国が置かれた環境も考慮すべきと述べている。 経済学者の野口明は、反グローバリズム派による、グローバリズム批判は、国内経済、地域経済の自立性を確保すべきという性質を持っている、世界中の根強い、反グローバリズムの根底にあるのは、自国の経済が貿易という捉えどころのない、ものによって変えられていく、憲悪感なのかもしれない、グローバル化それ、自体への感情的な反発は、 ある種の排外主義と言わざるを得ないと指摘している。野口は、グローバル化の中で、比較列位の産業が厳しい構造調整を強いられてきた。耐えざる構造調整のしわ寄せを受け続けてきた、労働者、農業生産者がグローバリゼーションを制限することで、苦痛から逃れたいと運動することは、当事者にとっては当然の行動であると指摘している。中野強氏は、リーマンショックによる、 世界同時不況でユーロバブルが崩壊するとギリシャのデフォルト問題が生じたが EU は財政的に統合されていないためドイツなどの財政上余裕がある国の判断でデフォルトの救済が決定したその際にドイツ国民がギリシャ救済に拒否感を示したことについてグローバル化にナショナリズムや民主主義が抵抗している構図であったと述べているまた ブルッセルに集まるヨーロッパのエリートにはコスモポリタンの伝統があり、グローバル化を推進したが、民主主義主体である一般層にはその国の文化や伝統に密接に関わっており、そう簡単に国境を越えられず、フランスの農家、ジョゼ・ボベの例を出し、民主主義の民主的な声というのはアンチグローバル化であるとしている。野口昭は、グローバリゼーションの波はいくつか残っている。 閉じられた社会にも21世紀の早い段階に必ず及んでくる。マルクスはかつてその過程を資本の文明解化作用と呼んだ。行うべきはその作用を阻害するのではなくむしろ推進することであると指摘している。経済学者のヤシロ弘は若者の雇用機会減少や賃金格差の拡大を改善するためには 政治的圧力のみならず、市場の活用を推進するべきである。世界的に貿易が拡大する中で、労働生産性、賃金の差の拡大が生じている。反グローバリズムを唱えても、世界の潮流から取り残され、自利品になるだけであると指摘している。中島厚史。第一章反グローバリズムについて、世界経済からの視点。2020年9月21日閲覧。 田中智義。http コロンスラッシュスラッシュ www.it.or.jp スラッシュ k i k a n 4 q スラッシュ4 9 t a n a k a t p d ファンクローバリズム半島合公出業難民不法移民 EU 政治潮流の受け入れの要因を読み解く期間国際貿易と投資オータム2000に ナンバー四4 9 2020年9月21日閲覧警察庁2010年 APEC の成功に向けて反グローバリズムを掲げる過激な勢力の脅威活動が列挙されている活動の背景や動機は書かれていない反グローバリズムを掲げる団体による過激な行動北海道東野湖サミット開催成功に向けて警察庁平成19年12月 伊藤元重、初めての経済学、上、日本経済新聞出版社、日経文庫、2004年、27ページ。伊藤元重の新、日本経済、創造的破壊論、TPP 反対論に決定的に欠けている、マクロの、視点ダイヤモンド、オンライン2013年9月9日、世界を不幸にしたグローバリズムの正体 P313。 また、ルモンド・ディプロマティーク編集長、イグナシオ・ラモネの2003年5月号関東ことより、三橋孝明の、もう経済記事には騙されない。第103回自由貿易と経済成長、クルーグ・クルーク2011年5月26日、野口明、グローバル経済を学ぶ、ちくま書房ちくま新書、2007年、44ページ。野口明、 ゼロからわかる経済の基礎講談社、講談社現代新書、2002年、204ページ。AB 野口明、経済論戦、今ここにある危機の巨像と、実像日本評論社、2003年、319ページ。野口明、グローバル経済を学ぶ、筑間書房、筑間新書、2007年、42ページ。中野剛、柴山啓太。 グローバル教皇の真相127ページ。中野剛、柴山啓太、グローバル教皇の真相127,130から132ページ。日本経済新聞社編、経済学の巨人危機と戦う達人が読み解く、先人の知恵日本経済新聞社、日経ビジネス人、文庫、2012年、66ページ。ありがとうございます。